はい、良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さん、ヘビリンザマサよチェックというわけでございまして、改めまして大人の皆様おこんにちはのヘビリンザマサよ。さあ、ヘビ蔵のお待ち遠さま、大相撲今日の親王朝、奥様なんかあったのかしら今日ね、親王朝あったのないざますでしょ、あったのかしら、七勝の力士がなんか知ってたの、なんかあったの、なんかあったんだって、この糖尿病やろ、父親もやろって、そういうこと言ってはいけないざますわよというわけでございます。さあ、今日もですね、令和5年大相撲春場所の12日目がありましたと、さというわけでございまして、さあ今日どんなことがあったのかしらね。さあ、確認をするざますわよ、そして明日もちょっと考えてみるざますわよ。さあ、それでは今日もお客様のお耳とお目目拝借するざます。さあ、それでは番組スタートです、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましておこんにちはのヘビリンザーマスワよ。お元気にしてらっしゃいますかしら。まあ今日は東京雨降ってましてですね、一日中、まあ本当になんかちょっとうっすら寒いような、なんともね言えない天気でございますけども、さあいかがでございますかというわけでございまして、さあ今日はですね、令和5年大相撲春場所の12日目が終わりました。時は2023年3月23日木曜日でございます。さあ、今日はね、どんなことがあったか確認していきましょう。今日はね、十両の力士の7勝力士が3人いたそうでございます。確認しておきましょうね。貴健斗君7勝4敗に、栃武蔵君4勝7敗、貴健斗君が勝って8勝4敗でお勝ち越し、ね、石浦校長ありがとう、僕は鳥取城北高校出身です、ね、城北親王朝というわけでございます。さあ、その次ですね、美ノ海君7勝4敗に長丸君1勝10敗、長丸君が勝って2勝10敗で勝ち越しならず、ね、実家全勝燃えちゃった木下君頑張って、ね、星を回して2勝目で、ね、来場所大丈夫なの、幕下落ちんじゃないのというわけでございまして、頑張っております千代丸君 ね、木下君一生懸命自宅全勝、全勝で全勝とかって言ってましたね、はい、全勝部屋お茶、はい、そして白鷹山君7勝4敗に逸ノ城君10勝1敗で、逸ノ城君が勝って11勝1敗、ね、お上をぶん殴っても勝って勝って優勝するぞ、ね、一体何を考えているのかしらというわけでございまして、お上大田の親王朝、はい、重量ですね、3人いたうち1人が成立ですから 33.3% 絞ってるんざますわね。まあちょっとこの辺もね、後でお話ししましょう、はい、そして幕の内です。幕の内はですね、今日はですね、7勝力士が6人いました。多いですね、確認しておきましょうね、はい、金峰山君7勝4敗に水戸龍君7勝5敗、金峰山君が勝って8勝4敗でお勝ち越し、ね、カザフスタンからドルジョおじさんが連れてきた、ね、人身売買親王朝、勝って勝って勝ち越しよとなっております。はい、北青鵬君7勝4敗に宝富士君4勝7敗、宝富士君が勝って5勝7敗で勝ち越しならず、はい、これはもうですね、白鵬ちゃん今日はちょっとお金渋っておりますね、はい、そして琴恵光君7勝4敗におげいちゃん4勝7敗、げいちゃん勝って5勝7敗、山田監督なんとか幕の内に残したいおげいちゃんね、親王朝というわけでございます。はい、大翔鵬君7勝4敗に平戸海君6勝5敗、大翔鵬君勝って8勝4敗でお勝ち越しね、外国人様、外国人様ということでね、お相撲協会頑張っております。外国人にね、気を使わないとね、あの外国人力士で持っているこのバカ興行をね、なんとかしなきゃいけないということを優先して勝ち越させています。親王朝というわけでございます。はい、高安君7勝4敗に錦富士君6勝5敗、錦富士君勝って7勝5敗でリーチかかってますね、はい、世耕理事長お金を回してくださいねというわけでございまして、近畿大学親王朝、はい、北勝富士君7勝4敗に大栄翔君9勝2敗、大栄翔君勝って10勝2敗で北勝富士君勝ち越しならずね、この2人は栄五条会、栄出身ですね、はい、山田監督、山田監督今日はどうしたらいいんでしょうかね、もしもし山田ですね、はい、大栄翔君にね10勝勝たしてね、大関だかなんだかの起点にしなさいとかっていう話、佐藤君がボロボロポンコツになったから今度は大栄翔君を大関にしようじゃありませんのね、栄五条会親王朝というわけでございました。はい、そしてですね、幕の内は6人いたうち2人成立で 33.3%、
合計は9人いたうち3人成立で 33.3%。 まあ数字的に考えるとこんなもんでしょうね。普通に考えてまあ非常にいいんじゃないですかというふうに思うんですけども、これはしっかり数字を絞りました。ずっと8割強やってきましたね。毎日毎日8割強で勝ち越させていたら、ね、とてもじゃありませんけど相撲協会は、お相撲さん関取に払うお給金だけで、全部潰れます、ね、ですのでこの日こういうふうにね毎場所話していますけども絞ることがございますというわけでございます、ね、よろしいでございますか。そしたらですね明日、確認しておきましょうね。明日7勝力士いっぱいいるざますわよ。はい、見ておきましょうね。まず十両からです。見えるかな、見えますか。はい、見えるね。はい、いきますよ。はい、友風くん7勝5敗に羽生山くん7勝5敗、バカボンくん7勝5敗に貴健斗くん8勝4敗、美ノ海くん7勝5敗に欧勝馬くんが6勝6敗、島津海くん7勝5敗に栃ノ心くん3勝9敗、炎鵬くん7勝5敗に千代の国くん2勝10敗、アクアくん7勝5敗に朝乃山くん10勝2敗で、十両力士は7勝力士が7人います。多いですね。明日休勤直しですよ。はい、次幕内です。見えるかな、幕内もっと多いんだよ。はい、幕内です。見える、大丈夫ね。はい、いきますよ。隆の勝くん7勝5敗に水戸龍くん6勝6敗、北青鵬くん7勝5敗に錦富士くん7勝5敗、琴恵光くん7勝5敗に一山本くん4勝8敗、高安くん7勝5敗に千代翔馬くん8勝4敗、正代くん7勝5敗に竜電くん1勝11敗、ヘズマくん7勝5敗に、翔猿くん4勝8敗、北勝富士くん7勝5敗に若元春くん9勝3敗、幕内だけで、7勝力士は8人いて、十両と幕内の7勝力士を合わせると合計15人います。多いですね。おかしいですね。こんなにいるわけないですね。でも、じゃあ明日このうちの15人どれぐらい勝ち越すんでしょうね。ね、まあ明日、明日ね。給金直し現金用意してるんじゃないですかというわけでございます。さあその次ですね、お客様確認しておきましょうか。成績評価曲線幕内力士見ておきましょう。はい、見えるかな、見えますか。はい、見える、はい、見えますか。見える、本当見える。はい、はい、12日目です。はい、今日も幕内力士が39人出場しています。最高に勝っているのが10勝2敗、そして1勝11敗までのパターンがありました。確認しておきましょう。10勝が2人で全体の 5%、 9勝が3人で全体の 7.6%、 8勝が5人で全体の 12.8%、 7勝が8人で全体の 20.5%、 6勝が6人で全体の 15.3%、 5勝が4人で全体の 10%、 4勝が7人で全体の 18%、 3勝が2人で全体の 5%、 2勝と1勝が各1人ずつで全体の 2.5% となっておりまして、評価曲線を書くとこのようになっています。まあ、このように見るですね、もう絶対評価的なラインじゃないのと言いますが、はい、考えてみましょう。今日は12日目です。12日目ということは成績優秀者、勝率5割以上が6勝以上の人となって、10勝9勝8勝7勝6勝の人を全員足すと、2人3人5人8人6人ということで合計24人、全体の 61.5% もいるんです。おかしいですね。 61.5% ですよ。変じゃありません。お相撲は何度も言いますよ、1対1で戦いますから勝率は 50% です。 50% の勝率なのに成績優秀者が 61.5% もいるということは明らかにおかしいですね。はい、そして成績優秀者じゃない人は15人で 38.4%、ね、ということはまた明日もちょっとずれるんですけれども、はい、5割台、6割強に、6割強ぐらいになると思います。こういうふうに見るとですね、毎日毎日数字が動いているなというのを確認できますね。でも、曲線だけで見ると、評価曲線だけで見るとちょっと絶対評価的なんですけども、成績優秀者だけを判断するときちんと全体の6割強いるということも確認しておきましょう。そしてプラス、最も優秀なもの10勝と9勝がなんと5人いて全体の 12.8%、そしてボリュームゾーン8勝から6勝ね、ここは成績が大きく落ちませんよ。上がり、まあ、若干
ね、微動するだけ、上が上昇も下降も。そこが8章7章6章のこのボリュームゾーンの人たちはなんと 5人8人6人で、全体の19人、割合にすると 48.7%、 半分近く、5割強いるということです。いかがですかお客様、これお相撲さんの力士だけのやり取りではこの数字は出ません。ということはこの割を考えているのは審判部ね。そういうことは審判部が親を長、その審判部を許している相撲協会の理事たち、執行部ですね、も絡めた全体的に考えている興行親を長ということも確認しておきましょう。というわけでございましてですね、まあ面白くないみたいですよね、どう考えてもね。まあ今日は数字を絞っています。 33.3%、 明日爆発するんじゃないですか。もし明日爆発しなければ14、15と土日の残り2日間で一気に爆発させると思います。そうじゃなければ、ね、お相撲さんたち怒ります、ね、力士会の方でストライキだなんて起こしたらですね、過去にあの白鵬ちゃんの時代がありましたけども、ね、海洋が止めたということで今誰も止める人いないんじゃないですか、ね、起こしたら大変ですね、面白いですね。まあ、このようにですね、7勝の力士を見てですね、どうやって勝ち越すかというのをクイック親お帳識別法といいます。これヘビリンが考えたんですけどもね、そしてこの成績評価曲線から見て、勝率5割以上のものがどれぐらいいるかということで、明日の7勝力士の勝ち越す確率を判断する、まあ、判定する、まあ、推測するというのもクイック親お帳識別法のやり方です、ね、このように見ていくとお相撲というのは真剣勝負、ちゃんちゃらおかしいわな、バイ石原慎太郎と、こういうふうになるわけざます。よろしいざますかしら。さあ、それではですね、今日は手短に終わらせていきたいと思いますんで、この辺にしときましょう。それではご挨拶しておきましょうね。姉ちゃん見てるか、はい、よろしいですね。はい、その次、川原さん、おコメントありがとうございます。お元気ですか。もう12日目、もう残り少なくなりました、ね。もうちょっとお付き合いください。その次ですね、松山様おコメントありがとうございます。もう少しですお付き合いください。 TK 様いつもいつもおコメントありがとうございます。もう少しですお付き合いください。小よて先生いつもおコメントありがとうございます。はい、そしてフリードリヒ先生、いつもおコメントありがとうございます。どうぞお付き合いください。モリコ先生おコメントありがとうございます。おこんにちは。もう少しになりました。まあ、森子先生のですね、おコメント非常に、鋭い視点で、ご覧いただいていると思います。ありがとうございます。もう少々です。そしてこの評価曲線とですね、まあ、統計学上ありえない数字が出てきますんで、またちょっと面白いところをつついてみましょう。その次ですね、マサピーママ上よお元気かしら。ママピー心配、ママピーじゃない、ママリンじゃなくて、ママ上心配してるわよ、ね、大丈夫かしら、お元気にしてくださいね、お元気にお過ごしするざますわよ。春先はちょっとね、花粉症とかね、寒暖の差が激しいざます、ね。まあ、東京もね、桜が咲きましたけども、まだまだね、ちょっとこう肌寒い、ね、春冷え、ね、花冷えのする日も続くでしょう。ちょっとお気をつけあそばせというわけでございます。まあ、こんな風にやりながらもですね、まあ、緊急事態宣言というのがありましたけどもね、緊急事態条項というのもお客様調べておいた方がいいですよ。緊急事態条項というのは国民に非常に直接関係あるんです。緊急事態宣言じゃないです。緊急事態条項というのはですね、日本国憲法に書いてありますから、今度憲法を改正したときによく確認しておいた方がいいですね。国民みんなでですね、徴兵制度なんか起きるかもしれません。まあ、その辺もね、また日を改めて興味のある方は挙手、ね、そういう国際政治またはね、憲法、法律憲法ね、そういう部分のお話も聞きたいという方がいらっしゃれば、相撲を絡めてですね、お話をしたいと思います。それではですね、ま、もうあと少し、あと3日間です。お付き合いいただけたらと思います。さあ、今日の講義はこれにて終了、各自解散ということでエンディングに入ります。はい、エンディングでございます。花田勝氏がって、まあ、これいいんですけどもね、いかがなものかと、勝明ちゃんなんか入院してるそうざますわよ。お元気かしら、ね、もしかしたらもう今回の3月いっぱいの契約切れ、契約終了でもう解説降りるんじゃないのってお話も出ておりますけど、いかがなものかとというわけでございます。さあ、次の解説誰になるんでしょうね。まあ、いろいろ考えてみましょう、ね。さあ、お客様いかがですか。今場所の優勝力士、え、
今場所の優勝力士は誰でしょう。今のところなんですか、伊勢ヶ浜部屋の翠富士君と、大栄ちゃんがね、なんか争ってるらしいんですけども、まあどっちが勝ってもどうでもいいんじゃないのって、まあ多分世耕理事長くっついていれば、世耕理事長がここからもう少しお金をドンと出せば翠富士君が勝つんじゃないですかね。いきなり初優勝ってびっくりしちゃいますけどね、まあ、そうやって売り出そうとしているという部分もあるんでしょう。伊勢ヶ浜部屋ちゃん随分頑張ってますね。やっぱり太い谷町がついているとやっぱりありがたいんじゃないでしょうか、ね、お相撲というのはね、あの人たちほど他人様のですね、ほんとふんどしで相撲を取っている人いませんからね。他人様のお金を当てにして生きている豚連中、ね、そういう連中に公益は必要ありません。そういう人たちに対して私は、ね、日本相撲協会をぶっ倒すってこういうふうにやっております、ね、お客様もそうやってお考えの方がいらっしゃるでしょう、まあ、ぜひですね、まあ、そういう方いらっしゃれば一声かけてください。ヘビリン凱旋やります。さあそれでは明日私が殺されなければまたお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。